はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はね、7月の10日ですね。はいね、まあなんか毎回ご挨拶で言っちゃうんだけど、早いよね。もう7月10日だもんね。早い早いね。今日のメイクやっていくんですけど、今日のメイクは前回の、動画、いろいろな購入品でご紹介した時にデパコスとかアイハーブとかをご紹介させていただいたと思うんだけど、その中から、使っていこうかなって、レビューしながら使っていこうかなっていうふうに思ってますので、最後までご覧になってください。では早速やっていきます。ベースから、はい、じゃあ MAC のライトフルシーティンティドプライマーですね。ちょっと私今日口内炎ができてて、あの喋り方がちょっと舌足らずみたいな喋り方になっちゃってて、お聞き苦しいと思うんですけど、お許しください。もう定期的に口内炎はね、仕方ないんですよ。薬の副作用で出ちゃう。あ、いった出ちゃうのね。はい、失礼しました。結構ね、大きいのができるから毎回毎回すごいね、辛いのよね。でも薬は飲まないわけにいかないから、で結局免疫疾患があるので、免疫を抑える、あの薬は飲むでしょ。そうすると、あの口内炎とか、あとなんだっけ、風邪がひきやすくなっちゃったりね。まあコロナとかだからすごい怖かったよね。怯えた、あのかかったらどうしようと思って。でも幸いにもコロナはかかんなかったからよかったけど。はい、じゃあ下地を塗りました。はい、そしたら今回はクリニークのイーブンベターセラムファンデーションを、買ってきてもらってるの。どっちしようかな、アイボリーと、こっちはどう考えても濃いなはい、アイボリーを購入します。アイボリーの方を使っていきます。こちらですね、イーブンベターです。よいしょはい、こんな感じでポンプになってます。で、あ、そうだそうだ、今、いやー、しっかりすっかり忘れちゃって、今別の使っちゃったけど、今日はこのテムで買ったブラシセットを使ってみようかなと思って、まだ使ってなかったの。300いくら、このセットで確か300円ちょっとだったと思うんで、まあこの中にないやつはこっちの自分のブラシをね使っていきますけど、これ使えるかな、コンシーラー、このファンデーションブラシがあるんだけど、こんなちっちゃいのね。でも使えるかな、ごめんなさい。ファンデーションブラシはこっちのを使います。あとブラシ類は、あのリアルテクニクスのこのファンデーションブラシと、あのファンデーションセットみたいのを買っているので、この辺を使っていこうかな。はい、じゃあこれを使っていきたいと思います。最初初めてなので、ここにちょっと出してみて、はい、色は多分合っていると思うんだけど、アイボリーですね。結構カバー力が、みずみずしいのかなと思ったら結構カバー力があって、すごい綺麗よ。あるの。ただね、これね、 SPF20 なんだよね。ファンデーションの、あの自体はエッセンスっていうか美容液みたいな感じで作ってあるから、あの日焼け止めが少ないので、なので、今使った、MAC のイーブンベタイーブンベタじゃない、ライトフルシーは、SPF45 あるので十分だと思います。じゃあちょっとここにちょっとつけて、はい、ね、こんな感じで、でちょんちょん、あんまりたくさんつけるとね、慣れてない方はその場所をやって、綺麗にしてから次行ってねはい、あ、綺麗だね。やっぱり噂通りすごい綺麗よ。カバー力もあるし、一瞬にして隠れるね。うおー、いい。これね、一応私用じゃなくて
メイクレッスン用に買ったんだけど、どなたでも使えるかなと思って、いややっぱり良かったわこれ買って。いろいろファンデーションもあるからね、悩んだの。あのランコムのファンデーションとかいろいろ考えたんだけど、前から結構ファンデーションはねクリニックが好きなんだよね。ここのほらシミも結構ね隠れるし、はい、もう顔はほとんどボトックスとかねヒアルロン酸打って、今日が7月の7月の10日だから、あちょうど2ヶ月だ、2ヶ月経ちましたけど、もうほぼ顔は戻ってきましたね。この違和感もないし眉も動くようになってきたから、私のボトックスはきっと3ヶ月持たないかもしれないね。目のこの落ちてきたのもだいぶ治ってきたので、表情が目がこうなってたのがね、すごい綺麗につくね。ほらツルツル、いいわいいわ、よかったよかった買ってよかった。そしてスポンジで定着させて、よかったよ。なんか買ってね全然ベタっとしちゃった。ファンデーションだったらすごい嫌だったけど、でもそんなことは絶対ないと思ったけど、すっごい綺麗じゃない。ナイスナイスセレクト。そしたらダブルウェアのコンシーラー、ミディアムライトですね。見た目ね結構濃く見えるんだけど、このミディアムライトは明るいので、ライトとかにしない方がいいよ。ほらね結構明るいでしょ、つけると明るいの。なんかねこの匂いが若干あまり、若干ってか好きじゃないんだけど、このダブルウェアのコンシーラーは最高に素晴らしい本当素晴らしい、本当に素晴らしい。はい、そしたら一応テムでこのコンシーラーブラシというのをですね買ったので、これでマックの偽物なのか、マックを本当に作ってる会社がノートン屋さんなのかわからないけど、テムもねいろいろこう怪しいとか情報が盗まれるとかいろいろ噂が立ってますけど、もし情報が盗まれるのが怖いんだったら会員登録しないで、コンビニ払いにしてペーパルとかでお支払いされたりしたら多分大丈夫だと思うんだよね。でも今までの中で私もう何回も買ってるけど、そういう情報的なことは盗まれたことがないので多分大丈夫だと思うんですけど、すごい対応もしっかりしてるから、でも何とも言えないからね、分かんないからね。はい、いいです、これも素晴らしいです。ほらクマがすごい隠れるでしょ。ここまでは順調買ってよかった、順調ですね。はい、次次だ、次がないからノーズ、公園のカーコが泣き出したのでまたちょっとカーカーって。このねイーブンベザーのファンデーションすっごいしっとりしてるんだけど、さらなんかしっとりしてるんだけどさらっていうのは軽いから、なんかお粉どうしようかなと思ったんだけど、どうしようなお粉、お粉そんなにカバー力も結構あるから透明のお粉にしようかな今日は。これはノーセバム、イニスフリーノーセバムのつけていきますと、これね、はい、やっぱり汗かくから粉はパラドゥでもいいんだけど、パラドゥだともっと私の場合はコンシーラーしかつけないときにいつもパラドゥを仕上げに使ってるのね。そうするとすごく肌が綺麗に見えるのでね。でもファンデーション自体はすっごいツヤツヤっていう感じではないんだけど、でもすごいいい感じ、綺麗につくね。このブラシも痛くなかったよ、チクチクしなかったので大丈夫だと思う。こちらですね、マックのアイブロウビッグブースト、ジェルです。ビッグブーストジェルですね。はい、これは古い方、買ってもらったやつじゃなくて古い方、
触れないと私はダメなので、はい、なんかねもうそのままこれで描いちゃうみたいな、地肌をそのまま描いちゃう、すごいナチュラルな眉が描けるので、濃い濃い眉はね、で後から直せるので、ちょっと描いちゃってはみ出しちゃったりしても後から直しますすごいね、すごくなったね、すっごい自然な眉がねできるのね、すっごい好きね。そしたら眉尻の方だけちょっと足します。これもすっごい気に入ってて、キャンメイクのあのリキッドアイブロウなんだけど、キャンメイクフローレスブロウリキッド03番です。これすごい好き。眉尻の方だけ、足りないとこだけ描いて、と毛がないようなところだけ疑似眉を作るように、眉毛疑似眉毛を作るように描きますこっちがちょっとすごくなっちゃったかな。もう眉はすぐ描き直せるので、そんな一気にプロだってね、あの何一回で描けない一回で描けないからねどう？はい。そしたらね、あのこの眉毛のあのマックのこのブースジェルはあんまり眉に色がつかないんだよね。地肌はいいんだけど、だから私はダブルでこのあの桜ブラウン、これストックね、もうこの大きさは売ってないのであれなんだけど、桜ブラウンをここの毛の濃いところだけにつけてます。こういうとこだけじゃないや、全体に。あのね、このマックのジェルはあの固くならないって、毛にはねあんまり色がつかないんだよね。はい、ほらね、ナチュラルになったでしょここだけ見るとすごいけど、はい、そしたら、アイシャドウですが、じゃじゃん、サンローランのミニクラッチだっけ、ミニクラッチを使っていきます。はい、こちらね、いっぱい色が出てて迷ったけどこの400番の色にしました。はい、ではまあこの辺がグリッター、ハイライターグリッターみたいな感じで、まあベースの色、締め色っていう感じですかね。そしたら大きめなブレンディングブラシでこの色を使って、どっちがいいかな、こっちがいいか、はい、まつげのラインからしっかりと塗っていきます。半円形かまぼこ目の幅からあんまり出ないようにね、最初はだいたいアイホールのくるーっとするところまで。でメイクレッスンの時にたまたまこの お客様が来ててこれをつけて差し上げたんだけど、すっごい綺麗で、で割とこうギラギラしたイメージがあるんだけど、これとこの2つをつけなければ、この2つだけだったらもう本当にお仕事の時でも十分つけられるようなすごい可愛い色なのね。で今1色だけでも結構色が発色がよく出てるんだけど、なのでちょっとそのお客様の場合はお嬢さんの結婚式があるので、その時にこのグリッターをつけたり、まあちょっと遊びに行く時とかにこれをつけるって言ってた。はい、どう、綺麗でしょ。そしたらやっぱりちょっと足りないんだわなこれブラシセットの話ね。はい、この色、この締め色を、この締め色の色はね、なんていうのかな、ボルドーじゃなくてなんだっけ、バーガンディね、バーガンディみたいなお色、目尻側から
つけていく。で、ちょっとなじませて。ね、綺麗じゃない。はい。そしたら下のお色をつけたブラシでもう一度下の色となじませる。もうちょっと私これを深く入れようかな。濃いの好きだが、今日濃いめのメイクになると思う。ほら、めっちゃ綺麗。うん、濃いめのメイクのリクエストがすごい多くてびっくりしちゃったみんな濃いめのメイク好きなのね。で、目の下に入れて、ほら濃いめだよ。シミ色もちょっと入れて濃いめのメイクにしていくよ。ほーら、いいじゃん、いいじゃん。ね、そしたらこの紫、あ、こっちだ、ごめんなさい、この色を、まあ、手でもいいし、あ、ごめんなさい、指でもいいし、あのブラシ、こういう平筆とかを使って塗布して、この黒目の真ん中のところ目頭にかけて、ほら、すっごい綺麗よ。綺麗じゃない綺麗だよね。ちょっと大きく入れすぎちゃったかな。少しずつ少しずつ色をなじませながらやっていくな感じ。いいじゃない、ねえ、かわいい。さすがサンローラン様ですね。はい、両方つけてみた。そしたらこのハイライトを目頭に、あんまりね、あのグリッター自体強くなかったから、このところにつけていくよ。はい、大体同じかな。いいじゃん、ねえ、いい色。はあ、もう一個欲しくなっちゃった欲しくなっちゃったけど、これ高い。1枚を確か1万800円かなんかだった、プロパーだったら、デパートで直接買ったらね。並行輸入だったらきっとどれくらいなんだろうな、それとも7、8千するのかな、ね、高いね、デパコスってね。はい、そしたらアイライナーなんだけど、今回クリニークのアイライナーを、買いました。これはね、メイクレッスン用で黒なんだけど、これもすごいね、まあ、昔ちょっと使っててすごいいいのでね、今日はね、インライナーに使っていきます。はい、こんな感じ、こんな感じです。とにかく柔らかいからスススッってかけます。こんなこと言っちゃあれだけど、キャメイクのクリーミータッチライナーみたいな感じ、スルスルスルってかけるの。からなんか伸ばしたらアイシャドウとかにも使えそうな感じ。うん、かきやすい。もうこうやってやってるだけでグッとかけちゃう。で、後ろ側にスポンジがついてるので、アイシャドウとして使う場合はこうやってぼかしてあげればいいと思う。どうしようかな、今日濃いメイクだから上も黒にしよっか。少しずつ、もう少しずつでもすぐ描けるからすごい楽。アイライナーとかにさ、3800円とか、ね、5000円とかって描けづらいけど、やっぱりいいものはこうやっていいのよね。だからデパコスね、デパコスが何の違いがあるかっていうと、やっぱりこういうところなんだよね。だけど、まあ無理にデパコス使う必要もね、ないけどね。はい、こんな感じでアイラインが引けました。今日はこれはあの一応私用じゃなくて、レメイクレッスン用ね。はい、でアイライナーじゃない、マスカラ、
マスカラこのクリニークのノベリティの中に1個入ってたみたいなのでこれを使ってみます。これは前に使ってたやつとはちょっと違うかなね。ここがグレーだったもんね。これはグリーンだからちょっと違うのかもしれない。ミニマスカラミニマスカラっていきなりこう出したところでブラシになってるからこれいつも笑っちゃうね。はい、根元から。クリニックのマスカラもすごいじゃないねえ。上がる上がる。おお、いいね。またクリニークのマスカラにハマっちゃいそう。一時期すごいハマって買ってたけど、このファンデーションめっちゃいいわね。7000円だもんね、日本で買うと。7000円よ、確か。美容液ぐらいするからねでも美容液が入ってるファンデーションだからやっぱそれくらいはしちゃうよね。はい、こんな感じでマスカラつきました。アイメイク出来上がりましたね。えすっごい綺麗な色。うん、さすがサンローランって感じそしたらチークはどうしようかな。チークがないからちょっと目元がローズっぽいから、あ、そうだ、その前にマットリップを使おうと思ってたんだ。この間アイハブでご紹介したダイヤモンドラストっていう、の中で、リップクリームマジェスティックウェーブかな、ね、ちょっとワイン、深いワインみたいな色の、あのグロスなんだけど、あ、グロスじゃなくてリップなんだけど、これを合うと思うのでチークとリップに使っていきます。なんかこれ使いチークとして使えるとは書いてないけど、結構私チークにも使っちゃうのですごいんで、マットなのね。だからこうなんていうのかな、グロスが必要かも。オイルでしょね。あの手の甲に出した時は結構、その代わりべったりつけると結構大変。これはなんかフィーから出てるリップ、新しい形のリップペンシル、リップブラシうん、すぐ乾くからすぐこうやってマットな、これだけでもいいよね。すごい綺麗、すぐマットになるのよこれ。うん、これだけでもすごいいい。そしたら、グロス。これね。これが、グランピンググロスなんだけど、まあ、リストは載せとくのでね、見てください。動画概要欄に。これを塗って、なじませる。だから下のあのリップは薄めにしないとね。うん、いいよ、すごい好きこういう色。はい、そしたらこのマットリップをチークにしていきます。結構乾きが早いのでささっとやらないと、このはい、つけたらトン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 ってすごい勢いで伸ばしてく伸ばしてく。あ、かわいいかわいい、よかった、やっぱりあってよかったいいんじゃないですか。リップはさ、保湿が入ってるから、あのチークとかね、ただ日に当たったらどうなんですかってよく聞かれるんだけど、下に
日焼け止め入れてれば平気よ。あー、いい、大好きな感じ。嬉しい。今のところ全部成功。今のところ全部成功よ。どうよどうよ。はい、ここのところなんかね、ファンデーションのいいのをたくさん見つけてね、あの他にも今度またご紹介しますけど、他にもすごいいいファンデーション見つけたの。どうかしら、出来上がった。それで最後にこの間ね、ガーッと出しちゃったフィジサンズ言えないの、フィジサンズフォーミュラのハイライター使っていきます。今日もねいっぱい出しちゃわないようにします。こうなんかここがねブッてすごい出るのよね。ほらもう出てきてる。あ、ほら出ちゃったね。これ気をつけないと、もうこんな出ちゃった、ほらもう早くなくならそうと思ってるかな。このブラシセットの中についているこのブラシで、ファンブラシでつけていこう。ココナッツみたいないい匂い。ビネガ大好き。南国、フィジーだから南国なの。ほら綺麗でしょ、このグロス。なんかね、これね多分ねすごいみずみずしいの。だからあのファンデーションの中とかに混ぜてもすごい綺麗だと思う。今度やってみよう。やっぱりね、粉物のハイライターをつけるとどうしてもあのやっぱり粉っぽくなっちゃうから、どうしクリーミーなやつを探してて、ずっとあのキッカだっけ、ずっとこのキッカ、キッカじゃないベッカベッカのこのハイライター、リキッドハイライターが好きで使ってたんだけど、なんとベッカはクローズしてしまったのよね。びっくりしちゃった。今回お友達に買ってきてもらおうと思ってあの調べてたら、なんかどこにセフォラとかにも載ってないからどうしたんだと思ったら、クローズしましたって、去年の11月ぐらいかな、しましたって出てて、オーケー、いいこれもすごい、多分 2,3 年使えるなと思ってたらもう あっという間になくなりそう。あの無駄なあれでね。はい、出来上がりました。いいんじゃない、夏でもいけるよね。うん、そうね、ね、はい、ということで新しく買ってきた、海外から買ってきたコスメを使って、メイクしてみました。いかがでしょう。サンローランのアイシャドウめっちゃ綺麗だし、クリニックのファンデーションもよきよきだし、ね、アイハーブで買ったリップもよきよき。ね、今日使ったものはね、また動画概要欄に載せときます。まあ、参考 URL があれば探して載せときますので、あの、いいなと思ったらチェックしてみてください。ねえ。綺麗。ファンデーションすごい3つだ。アイシャドウもめちゃめちゃ綺麗。ね。よかった。嬉しい。はい。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。それから、キャンプチャンネルもやっておりますので、そちらもフォローをよろしくお願いいたします。今日のこのメイクについてね、アイシャドウのこととか、なんかコメントがあったら残してくださると、私とっても励みになりますので、ぜひね、コメントください。はい。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。